さんもいることだし、遊ぼうよ。ゆいと？お兄ちゃん、気分でも悪いの？そっか。ゆいと、なんでそんなに暗くなってるの？はるかが来たんだよ。もっと楽しくやろうよ。どうしてわかるの？もしかして来ない方が良かったのかな。そんなことないよ。はるかが来て心強くなったもん。ねえゆいと。私が帰れば問題ないでしょ？はるか！お兄ちゃん、やっと二人きりになれたね。いいの、こうやってお兄ちゃんと二人きりになれたから。お姉ちゃんとずっと二人きりだったの知ってるんだから。ねえ、お話しよっか。お兄ちゃんとお姉ちゃんはここでいつも一緒なんだね。でも登下校とか一緒でしょ？部活も同じだから。でもこうやって合宿とか一緒にいられるじゃん。羨ましいな。
はるかは？そっか。ありがとね、ゆいと。はるかの相談に乗ってくれて。え？それはきっと寂しいからだよ。しくしく。きっとユイトに会いたいからだよ。ユイトしかいないよ。いつも顔を合わせてるじゃん。それは自分で考えなよ。合宿所でははるかが健やかな寝息を立てて眠っている。突然やってきて、突然帰って、心配ばっかりかけるんだから。はるか、私はそう言ってはるかの頬に手を触れた。ひんやりとしているけれども、張りのあるはるかのほっぺた。もう触れることなんてないんだろうって思っていたのに、今度は髪を撫でてみる。サラサラして柔らかい髪の毛、いつの間に可愛くなっちゃったんだろう。偉そうに、ずっと私のこと応援してあげるよって言ってたはずなのに、ユイトを好きだってこと知ってたんだからね。だからせめてこの時の中で楽しい思い出を作ろうね、はるか。ご主人様。はい。ここは心の居場所なんです。何かつらいこと、悲しいことがあると、ここに来て心を探すんです。スーには心がありません。だから大丈夫です。ごめんなさい。ご主人様。ご主人様。
ここにいられるのもお姉ちゃんのおかげなんだよ。お姉ちゃんの。ねえゆいと、お布団どうやって敷く？じゃあさ、ゆいととはるかの真ん中に私の布団を敷こう。うわぁ、お姉ちゃん子供。はるかにそんなこと言われたくないなぁ。なんでよ。嫌なのじゃ、嫌なのじゃ。ゆいと寝た？お姉ちゃん、眠れないの？あ、はるか、起きてたんだ。うん。明日、何しようかな。書かないの？あ、そっか。でもせっかくはるかが来てくれてるのに、課題なんてやりたくないよ。お姉ちゃん、そのために今日絵を描いてたんだから。ご飯作るのが面倒だっただけなんじゃないの？あ、言ったね。何よ。楽しいな。いつまでもずっと続いていればいいのに。そうすればはるかもゆいとともっと仲良くなれるもんね。ちょっと、どういう意味？はるか、もしかして怒ってる？ううん、そうじゃないの。変なの。ねえ、はるか。何？明日も楽しくなるといいね。そうだね。
お世話になります。隣に越してきた源です。これはご丁寧に。こちらこそよろしくお願いします。そちらは娘さんですか？ええ、よしみとはるかです。おいくつですか？上の子が今年小学生になります。まあ、じゃあうちのゆいとと同じですね。そうなんですか？よかったわね、よしみ。お友達ができそうで。ゆいと、ご挨拶なさい。こんにちは。こんにちは。これ、よしみ、ちゃんと挨拶しないとダメでしょ。あ、お魚。お姉ちゃんの方。え？あー、行っちゃった。お姉ちゃんのドジ。シクシク。